じゃあこんにちは、さゆりかさん、はい、おめでとう。おめでとうございます。オリックス、ね、西川龍馬選手誕生ということで、はい、まあ、あの移籍というのはね、はい、まあ、いろんなことあるけども、うん、まあまあでも本人が決めて、はい、まあほぼ決定ということでね。もうそうですね、各紙出してますね、はいはい、で、あの各スポーツ紙によって誰か分かってる、西川でしょ。そうですね言ったっけ今西川龍馬ね、西川龍馬選手、龍馬だ、そう、あの春樹と龍馬がいるんですね。あの龍馬選手のです、カープからオリックスへ FA でというところで、まあ、よかったね、はい、決まりましたけれども、はい、で各スポーツ紙が金額と年数、はい、結構バラバラなんですね。まあそうだね、はい、まあ、ただ移籍が決まって、はい、まあ、複数年契約はもうほぼそうですね、まあ、まあ決まってるし、はい、だからまあ4年か5年かっていうことで、はい、あるけども何年だっていいよもうそうですね、もう別にあのお金も12億から15億以上とか、はい、まあいろいろね情報は錯綜してるけども、はい、それはもう本人しかわからないし、球団と本人しかわからないことで、うん、まあ、そんなこと探ってもね、そうですよね、まあ、しょうがないし、はい、まあまあただそのなんかクリーンなね、はい、なんか FA のような、うん、そんな感じがするし、うん、あの活躍はなんか期待できそうだしね。ですよね。一応スポーツ報知さんによると、はい、まあ、4年12億という数字は出ていたんですけれども、はい、まあ、年俸3億でね以上っていうか、まあ、インセンティブがつくのか、はい、まあ、どうかなんだけど、まあ、まあそんな人のお金のことは ね、まあ、とりあえず置いといて、でここからです。で、はい、一応各紙によると、はい、やっぱり西川龍馬選手はレフトを確約されているというふうに出ていました、はい、となると、まあ、中川選手がセンターという定位置があります、うん、で外野で今シーズン、規定打席というか到達したのが中川選手だけなので、はい、おそらくセンター中川選手、はい、となるとラオウどうなるの、え、DH どうなるなんで心配いらないじゃん心配ですよ。え、だってレフト中川じゃなくて西川で、はい、ライトにラオウでいいじゃん。ライトにラオウ持ってくる、うん、肩いいもん。じゃあ若月選手がマスクかぶるときは DH でいいじゃん。森が、もう森選手がライトっていうところは、いや、それは分からないよ。あ、ただあの規定打席が中川しか到達してないっていうことは、はいはい、やっぱそれだけ、うん、あの怪我もあるだろうし、まあ、入れ替わり立ち替わり、はい、まあ、人も使ってるんだろうし、ただ西川と中川は安定的に使っていくと思うよ。ただ西川も怪我がちだからね、ここのところ、はい、だからまあそういう意味ではいろんな選手がいるからいいじゃん別にあと例えば茶野選手とか、はい、若手の選手、はい、はどうしましょうか。いや、それはもう背負うと打たないとですよね、うん、あれだよね、はい、で野口っていうのもライターやったりだとか、はい、いろいろやってたけども、本来内野の選手だから、うん、内野一本にするのかなというってなると内野だと、はい、まあ、栗林選手のショート、そして宗選手のサードっていうところはもうほぼ確定ですよね、はい、となるとじゃあセカンド確定か。確定じゃないですか。いや、栗林は俺は確定でいいと思う。宗選手は、いや、宗はやっぱこういろいろあるもん、変動が、ムラがあるってこと、ムラがあるから、はい、だからそういう意味では野口をサードに使う可能性だってあるし、はい、まあもちろんセカンドっていうこともあるし、はい、まあトングファーストでしょ、はい、いや、だからそれは流動的で、それは競争じゃないの、競争させるっていうこともあるんですね、うん、だから宗が安泰かっていうと、まあそうでもないような俺は気はするけどね。あとセデーナ選手もやっぱりね、うん、使いたいとなるとじゃあ DH なのかファーストなのかとか、いや、だから、まあ、キャッチャーやらない時に森が DH に入ることもあっても、はい、森の状態によってはちょっと休ませてセデーナを使うとか、うん、いろんなことができるよね。だからまあ、うん、1シーズン通して好調なっていうことはないでしょ、はい、だからそういう意味ではキャッチャーというポジションの負担を考えると、うん、森が DH 使いたい、でも状態がちょっと悪いなと思えばちょっと 1,2 試合休めというようなことになってくるかもわからないし、うん、はい、まあ、それだけの余裕があるよね、戦力的に。まあそうですよね、うん、だからそんなに無理して固定で戦おうなんていうのは中島監督なんて思ってないから、まあそうですね、ただやっぱりこう刺激として西川を取ることによってやっぱ競争が激しくなるじゃない、はい、で野口を内野に使いたいっていう風になってくると宗だったら安閑としてられないし、うん、まあ、セカンドの、まあ、ゴンザレスとかもいるけども、はい、だけど、まあ、そこら辺もわからないよね。まだそうですね、レギュラーが確定ではないそうそう、だから
まあ、監督の考え方でその100何通りっていうのをさ、はい、今シーズンもやった通りに来年もそういうふうなスタイルで俺はやっていくと思うんだよ、はい、うん、だから安定はさせないと、うん、ただレギュラーは、まあ、例えば決まってるのはキャッチャーの若月智美、はい、で頓宮、はい、で紅林、はい、そうで西川が入ったの、西川、はい、でセンター中川、はい、まあここら辺だよね、はい、だからその杉本、まあ一番手はやっぱ杉本だよ。杉本選手を DH で出す時もあるんですか。そしたら森をライトに持ってきたりとか、あ、若手の選手を持ってきてみたりとか。そう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 、だから1シーズンを戦う上でやっぱ怪我をいかにこう少なくしていくかとか、やっぱ疲労度を考えて使う選手をこう考えていくっていう、まあ、それだけの選手の余裕が出てきているよね。確かに今回そのオリックスが、まあ いる中で、選手がいる中で西川選手、レフトの西川選手を取ったっていうところは、はい、どういうふうにチームをしていきたいっていう意図が現れてるんですか、そこ。まあ、できれば一番っていうのはほぼ固定できなかったんだよね、はい、だから西川を一番で使う可能性もあるし、でキャッチャーやってる森がクリーンアップをずっと打ってるっていうのは負担になる時もあるよね、うん、はい、まあ、そうなってくると西川入れて頓宮と杉本で組ますとか、クリーンで森が元気だったら森と西川と頓宮で組ますとか、だからまあいろんなやり方があるし、はい、いろんなことをやってきてるだけに選手ももう慣れてるんだよね、はい、だからそういう柔軟性を持たせたチームによりしようとしてる、うん、それも戦力が落ちないように、はい、そのために西川を取ったという。そのカープの時はやっぱりその3番とか、まあ、4番持ってたよね、はい、イメージですけど、オリックスだとそこら辺がやっぱ流動的になっていくかなっていう。あ、だから西川も本当に状態のいい時っていうのは足も使えるからね、足も速い選手だから、だから1番に使ったっていいし、はい、やっぱ出塁率の高い選手だから、だからそういう意味では得点能力っていうのは上がってくるんじゃないの。うん、で、あのクリーンアップを打ったって、はい、十分やってくれるしね。そう状態ですね、うん、だからクリーンアップを打てる人間が一番を打つ、はい、そうしたらなんかこうチーム全体に余裕が生まれるよね。だからふくらやるなと思ってふくらやるわあいつな本当に。そういう総合的なところを見て必要だっていうふうに判断したんですね。いやいや、もうそうだと思うよ。うん、だからまあ言えば、まあピッチャーっていうのはね、あの山下俊平太が、まあ、途中で故障で離脱したけども、まあ、来春からはいけるだろうし、はい、で椋木っていうのも帰ってくるだろうし、まあ、ドラフトで取った選手、曽谷っていうのもいるだろうし、はい、で高校の若い左のピッチャーもいたよね、はい、だからそんなにピッチャーの戦力が山本が抜けるからって言って、まあ、痛いのは痛いよ、はい、痛いのは痛いけど、じゃあ補えないかっていうとそうでもないし、うん、でただちょっと不安な面はやっぱ得点能力を上げていかないと、やっぱいいピッチャーがいても勝ちにつなげられなかったら、はい、あのチームとしてはダメージが大きいし、うん、だからそういう意味では西川を取ったっていうのは得点源を増やすという意味ではね、うん、あのいいのかなって思うよね。西川龍馬選手っていうのはタイプ的にどういったバッターなんですか、豊さんから見て。いや、だからそのポジションはあの与えると思考が変わるというような、だからものすごく柔軟性を持った、はい、あのバッターだよね、うん、あとはセ・リーグのピッチャーからパ・リーグのピッチャーに対戦相手は変わりますけれども、関係ない、あの子は全然関係ない、あの子はねいや、もう初見でも関係ない、うん、あのバッターだから、はい、まあ、そんなに気にすることはないけども、ただセ・リーグの、あのパ・リーグの中で、はい、一番いい投手王国に入ってるわけじゃない、はい、だからそこに対戦しなくていいっていうことじゃ、うん、だからあとはやっぱセブのピッチャー、はい、これはまた強力だからだからここら辺をどう攻略していくか、うん、だからまあ西川の力だったらまあ多分3割近いとか、はい、3割前後で打ってくると思うよ。で、豊さん的なオリックスのスタメン、はい、まあ、西川選手入ったということで、はい、オーダー並べるとするとどういう感じになりますかね、はい、まあ、一番中川だろうな。あ、一番中川、まあ、中川か西川だよ。どちらか、どっちがいいですかね。いや、西川をポイントゲッターっていうふうに考えて取ってるんだったら俺は3番を持ってると思うね、うんうん、だから今のところね、中川、宗、2番宗、はい、宗で3番西川、はい、4番
俺頓宮打たすと思うんだけどな。ただ頓宮は5番の方がね、はい、やっぱいいんだよね、うん、周りとして、はい、うん、ただ俺頓宮を4番にして、はい、左が3枚並ぶでしょ、宗西川森ってくると、はい、うん、だから頓宮入れといて、で森5番に森選手、うん、で6番に杉本、お6番に、はい、で7番に紅林、うん、お7番に紅林選手、はい、8番に、はい、まあセカンドで使うんだったら野口、うん、はい、野口選手、うん、で9番に DH か、 DH ですね。森選手をライトで使うんであればそうですね。いや、ライトで使う、ライト使うんであれば DH は森選手、だからその DH あの森、うんうん、若月 9番でキャッチャ ー、うん、ぐらいがいいんじゃないのかなと思うよね。あ、豊さん的なっていうことで言うと、いやだからこう考えたってさ、うん、はい、あ、これを DH にしたらこっちがこうだなとか、はい、いろんなことが考えられるじゃないですね、この、うん、だからピースがいっぱいあるからさ、だから考えように振っちゃもうどんな打順だっていいっていうことだよね。そうですよね、うん、だから誰かが怪我とか離脱の時には誰かがそこにすんなり入れる人、まあ入れるし、だから森も2ポジションできるし、うん、まあ、野口だって内外野できるし、うん、内野だったらまあショートもできるし、サードもできると思うんだよ、うん、だからそうなってくるとすごく層は厚くなってくるよね。いや、バリエーション豊かな、そうですね、いや本当そうだよ、うん、いや、これは本当来季もね、パリーグの他のチームも戦うのが嫌ですね。まあピッチャー次第だな。ああ、ピッチャー、うん、だから山本が抜けたっていうんで、戦いやすいと思ってたらいろんなピッチャーがいるから、そうですね、あと山崎福也投手もどうなるかわからないので、まあそうだな、うん、でもそこら辺は若手で何枚かで埋めれそうな気はするよ、うん、ただオリックスの投手陣にあって、山崎幸也っていうのはちょっと異色だったからね、うんうん、そうですね、ものすごく緩急を使うピッチャーだったから、はい、あそこら辺はやっぱこう抜けるっていうのはちょっと嫌かもな、うん、嫌かもがらんな。いやーね、このやっぱり今シーズンもそう、あの変則的なというか、いろんな何通りものをオーダーで組んできたオリックスが、うん、来シーズン、まあ、西川選手が加わることでさらにバリエーションピース豊かに、いやだからその西川が入ることによって今まで外野手として、まあその一昨年までは福田がねセンターとかに入ってたけども、やっぱこう厳しい状況に追い込まれてくる可能性もあるし、で茶野だってよしね、今年春先あれだけできたんだから、よし来シーズンはもうレギュラーでみたいな思ってたら、こう西川を取るんで、いやこれはって思うし、まあ広岡っていうのもいるけどね、日本シリーズで活躍した、うん、まあ、レフトとかはそうですね、そうそう、でも広岡っていうのは内外野できるから、はい、できるようにしちゃったからね、そうですね、ショートやったりとか、いやだからこれはやっぱベンチとしたら大きいよね、はい、そうですね、だから外野と内野両ポジションにできる選手たちが何名かいるっていう、まあそう、だって福田だってもともと内野の選手を外野に持っていってるんだから、だから厳しいのは茶野が厳しくなってくるけど、外野しかできないということになってくるとさ、はい、ただ相当やっぱ守備を鍛えて、うん、もう守備固めでもベンチにいるっていうような、うん、そういうスタイルじゃないとダメだよね、はい、なんかここのところの最近の傾向でやっぱ内外野できてた方の選手の方が重宝されたりする、いや重宝されるけど、うん、でも短命に終わる可能性もあるんだよ、デメリットで、うん、寝なし草ってね、はい、でやっぱどっか飛んでいっちゃうみたいな、うん、だから岡田監督もコメントに出してて、で今シーズンのままだったら戦えないと、うん、あるいはこう危機感を感じてると、はい、だから新しい選手が出てきたりだとか新しい選手を取るとか、うん、まあそういうことをこう話をしてたけど、はい、もういち早く、うん、やっぱそこら辺はオリックスがやったということだよね、そうですよね、うん、だから85年の時に38年ぶりに今年優勝したけども、85年の時優勝した時にあまり人が変わってないんで、だん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 やっぱ成績が落ちてくるっていうね、だから新しい地っていうのはやっぱ大事だし、だからいち早くやったオリックスっていうのはなんかまあ来シーズンに向けてもね、やっぱり優勝候補の筆頭だなって思うよね、ですよね、まあ、新しいモデルケースを打ち立てて強くしたっていうのがやっぱオリックスですよね、まあそうだね、だからあの固定で戦って強くなったその阪神と、はい、こう対照的な強さとかですよ ね、まあ 対照的だよね、まあ、対照的だけども、ただやっぱこう人が変わることによってやっぱ流れも変わってくるし、
まあ、競争も激化してくるしね、うん、だからそういう意味では阪神もやるだろうし、これからやるだろうし、はい、まあ、誰か入れるかどうかわからないけども、まあ、下から抜擢して競争させるとかね、まあ、いろいろあるだろうし、だからオリックスなんていうのはもう西川を取った、はい、もう本当にレギュラー候補を取ったっていうことは、うん、もうこの1枚だけでもう全然変わってくるよね。いや、そうですね、大きいピースというか、いや、だから大きいんだよ、うん、まあ、昨年は森を取り、はい、ね、今年は西川を取りって、もう順調になんかこうチームはこう固まっていってるよね。なんか王国というか、まあ、まあそうだな、中島監督の王国が出来上がってるような感じしますよね。そうだな、まあ、中島監督もそうだけど、まあ、GM の福良、はい、なあ、日本シリーズの時はネクタイしてたけどネクタイ似合わんぞみたいなことは思うけどさまあ、だけどやり手やなあ、あいつは。いや、そうですよね。もちろんもうファンの方が気になっているのは、じゃあカープはオリックスから人的で誰を取るのかっていうこともあるんですけれども、それはまた別の動画で、はいはい、推測というか、まあそうだね、はい、はい、どの選手を人的で取るのかなども、うん、はい、上げていきたいと思います、はい、さらにですね、他の動画ももちろん、はい、たくさん1日2本出しで、いやー、上げるよお前なんかちょっと見てないと遅れていくんで、皆さん、違う違う、もう世の中の動きとこう同化してるからさ早い、まあ、1本じゃないからね1日いや何本かね、来たらポンポンと行く時あるから、そう、出遅れないようにするためにも、もうちょっと見るの遅れちゃったらダメなの、そう、なのでチャンネル登録していただければ見逃しありません。そうだな、で通知をね、ボタンを押していただければ、まあ、そうだな、もう瞬時にピンポンピンポンってそうだ、ね、行きますので、はい、ぜひ概要欄も見て一緒にいただけるとありがたいです。はい。